去年の浜松祭りで暴力団関係者と知りながら露店を出店する手助けをしたとして逮捕された露店商組合の理事長だった男性について知検浜松支部は処分保留のまま釈放しました今月2日付で処分保留となったのは県西部外商共同組合の理事長だった79歳の男性です 男性は出店の権利を騙す取る手助けをした詐欺報助の疑いで逮捕されていました知見浜松支部は処分保留の理由を明らかにしていません